お腹だけなかなか痩せん。腹筋もやるし、プランクもやるし、たまに食事も気をつけてるけど、なかなか脂肪が減らん。もしかすると、お腹周りの血行不良が原因かもしれません。お腹や腰の肉を触って冷たいよっていう方は、毛細血管が滞って血行不良が原因で冷えやすく、脂肪がつきやすく、取れにくい状況にあるかもしれません。今回は、お腹をさすって、伸ばして、鍛えて、お腹の脂肪が取れる準備を作っていきましょう。お腹や腰をさすります。お腹や腰をさすっていくと痒くなることがあります。そういった場合は毛細血管滞ってます。毎日やっていくと痒くなくなって、触っても温かくなって脂肪が燃えやすい状態が作れますので、初めは痒くなるかもですが、さすっていきましょう。次は少しつまんでグリグリと引っ張りましょう。この引っ張るだけでも筋膜が剥がれたり血行が良くなったりするんで、こうムニュムニュする感じで揉んでつまんでいきましょう。特に腰の方とかはね、噛みにくいと思います。ひっついてしまってるとね、つまめないんで。ちょっとお腹をクッと力を入れた状態でさすってみましょう。お腹だけちょっと力を入れてさすります。これ結構二の腕足にもね効きますから。で疲れたらね、ちょっと休みながら行きましょう。もう男性も女性もね、お腹が出てるよっていう人はね、ほとんどね、さすると痒くなります。オッケー。で今度はね、手をこうやって振りながらお腹と腰の脂肪をねじりましょう。ねじるだけでもね、雑巾絞りのようにね、筋肉やわくなって、やわくなるとね、血中に入って燃えやすくなりますから、硬いとね、なかなか取れません。しっかりね、脂肪が減る準備してから最後腹筋メインやっていきます。OK。 今度は横にね、脇腹、腰の筋肉、脂肪伸ばしていきましょう。できるだけ体を胸張ってね、真横、斜めだったらね、あんまり伸びませんから、しっかり真横を意識して伸びる位置をね、自分で見つけながら行ってください。うつ伏せになりましょう。今度は手をついて、これでキープ。背中を伸ばしましょう。息を吐いて背中を引っ込めたり、力を抜いて背中を出したりしてみてください。伸びてくるとね、手を近づけてさらに伸ばしましょう。今度は足を横に出して同じように引っ張ります。出した足の方向いて、これでね、お腹の横も伸ばしながら前も伸ばしながらストレッチしてます。しっかり脂肪をね、引っ張るとね、裂けてきますから燃えやすい状態作りましょう。たまに前向いてもいいです。
回も同じです。手を前にしてね、しっかり腰を丸めて、脂肪取れる準備しましょう。じゃあ今度は上向いて寝ましょう。足を抱えてキープ。今度はね、下向きで腰を伸ばしていきます。しっかり腰回り、脂肪を取れる準備しましょう。まずは体を起こしてキープ。もしね、首つらい人は頭持ったままでもいいですし、片方携帯持っててもいいです。肩がね、少し浮ければいいです。あまりお腹に力を入れて、足はしっかりね、体に近づくように、下腹を引っ込めて、筋肉がね、お腹周りにつくとあったかくなりますから、脂肪も早く減ります。後ろに手をついて、足を少し上げて、曲げ伸ばし。こういう感じです。しっかり腹筋使って中の脂肪を取りましょう。しっかりお腹周りをね、ひねることは筋膜剥がれたり血行良くなったりしますんで、まっすぐ起きるだけじゃなくて、たまにはひねりましょう。足を横に開いて戻す。腹横筋使いましょう。息を吐きながら、できるだけ足を抱えて開いて、息を吐きながら
がね、内側向いてしまうとお腹が出てしまう姿勢があるので、股関節をね、しっかり開いていきましょう。さあ座りましょう。ラスト、もう一度お腹の腰張っていきましょう。しっかりね、さすって血行を良くしときましょう。いつもあったかい状態が作れると早く脂肪取れますんで。この流れで行っていくと効率的にお腹周りがスッキリしていきます。きつい腹筋続かないよっていう方は今回の動画を毎日続けてください。やった日はコメントお待ちしてます。さすってね、痒くなったよとかそういった人はね、よかったらコメントで教えてください。